はい、何でしたっけ今日は。昨日ライジン48が、ああそんな時もありましたね。はい、あれそんなこともありましたね。そんなことありました。あの宇佐美選手に、あの、はい、八千選手が見事勝利されたという、はい、はい、ありがとうございます。はい、あの昨日試合でして無事に、まあまあまあ辛くも塩辛くも、うん、勝つことができまして、はい、無事に怪我もなく勝利することができました。応援ありがとうございました。よろしいでしょうか。あの、はい、いつもあの僕ザ・ファイターはスポンサーさんたちがいて、あの成り立ってるようなところもあるので、ちょっとその企業さんを簡単に紹介させていただきます。はい、これで映ってるんでしょうか。今回はこの 1,2,3,4,5 社の皆様についていただきました。ありがとうございます。純不動なんですけど、左上の日本遺伝子医学株式会社様、うん、この会社さんももうずっと長らくついていただいてまして、いつも応援していただいて、でもすごくあのよくしてもらってます。本当いつもありがとうございます。あの詳細はあのテロップと、あとホームページは下に概要欄の方に載せておくんで、ぜひチェックしててください。本当いつもありがとうございます。小島電機工業株式会社様です。はい、比較的あの最近出会いまして応援していただいている会社さんなんですけれども、あのベラトルの時も、うん、そのスポンサー掲載に関して特集で、うん、いろいろ難しかったんですけど、その時も快く OK していただいてついていただいて、で今回も引き続きついていただきました。本当にいつもありがとうございます。またご飯連れてってください。で続きまして真ん中、バー&グリル G7 銀座、ここはレストランなんですけど、ここをまあやられてる方が応援してくださってまして、本当結構長いのか、長くなってきましたね。まあ、比較的最近なんですけど、本当でもすごく講師ともにあのよくしていただいてまして、はい、いつも助けられてます。また引き続きよろしくお願いします。近々ご飯でも全員にそれ言ってくって。続きまして株式会社埼玉資材さん、もうこの会社がだから一番古くてですね、うんうん、あのついていただいたのが歴が長くてですね、もう本当ライジン参戦多分当初からずっと本当によくしていただいて応援してくださってる会社さんで、本当に感謝しかないです。であのいつもいろんな話聞かせてくださったりとか、美味しいご飯もね連れていただいて本当によくしていただいています。はい、であの越谷のクレイジービーの方もちょっと関係している方で、はい、本当にいろいろとお世話になってます。はい、ありがとうございます。クレイジービー越谷もやってるんで、あのぜひ近くの方はぜひ、いいジムなんでぜひ見学など興味ある方は行ってみてください。でそれも下に載せておくんでぜひチェックしてみてください。で次まして株式会社 ESY さん、これももう結構長くて、あの僕の、トレーナー宮川を介して出会わせていただいたんですけど、そこからもずっとよくしていてましいただいてまして、で、なんていう会長社長さんっていう言い方なのかな、はもう本当に格闘技が大好きで、うん、一緒に練習会したりだとか、本当にすごく格闘技知識も深くて、本当に話してて本当にいつも楽しい時間を過ごさせていただいてて、でなおかつこうやっていつも応援していただいているので本当に感謝してます。ありがとうございます。この会社はもうあの個人の方の資産の運用会社なんで、特になんか皆さんに何かってことないんですけど、はい、いつもありがとうございます。ということで今回はこの5社に、サポートいただき試合に臨むことができました。本当にありがとうございます。そしてもう一つ、おあのユニフォームの方も今回いつものようにシークエルの方で作っていただきまして、はい、エッチコンセプトザ・シークエルね、うん、実は、はい、これベラトールのパリの時に履こうと思ってたんですよ。あだからパリっぽいカラーはい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 で僕は提案しまして、はいはいはい、全部作ってもらったんですけど、はいはい、なんですけどベラトールがユニフォーム着用義務っていうのがありまして、はい、でそれを僕知らないでとか それ聞く前にも発注しちゃってたんで、はい、で結局お蔵入りになっちゃったのを今回ちょっとぜひ履かしてくださいということで、あの T シャツはちょっと今日持ってきたんですけど、はい、T シャツとこのセットでユニフォーム作っていただいて、本当なんか何の青が似合うからなのかな、なんかすごいいいねっていつも言ってもらえるんですけど、なんかさらにすごいよく言われた、青が似合う、
なんかいいね、かっこいいそのパンツみたいな。いや多分あのね濃い色の印象がないんですよ。そっか、パキッとしてるからね今回はね。そうそうそう、確かにいつもこのいい色、ネイビーとかね、そうそうそう、黒とか淡めの、淡めのカラーが多いじゃない。そうだ、すごいなんかいいねって言ってくる人今回なおさら多くて、うん、本当にいつもありがとうございます。はい、全然試合の映像見れてないんですけど、まあ反省点はたくさんあります。ただまあ俺自分であのベテランなんて思ってないけど、そういうベテラン対若手みたいな構図の中でやっぱりああいう上り調子の若手に僕がもし負けるとなると、やっぱり今後の俺の、うん、ビジョンが見えなくなってくるなっていう意味で、それこそ試合もなんか組まれづらくなってくるのかなとか、その試合の感じが変わっていく。やっぱ俺はまだまだ上目指したいし、ただ、うん、どの強い相手とやりたいっていうのから、ちょっと試合出れたとしてもちょっとテーマが変わってきちゃうのかなって、僕の使われ方が変わってきちゃうのかなってなんとなく勝手にね思ってたんで、本筋から外れてしまうというか、そうっていう意味ですごい重い試合だったっすよね、うん、っていうのもあって言い訳ですけどちょっと硬くなってしまったっていうのはあったかも、うんうん、で、まあ、試合内容ですけど、まあ皆さんご存知の通り、わりかし塩分濃度高めだったみたいなんですけど、ごめんなさい、俺全部見てないし全部覚えてるわけじゃないんであれなんですけど、基本的に俺組みに行く作戦もちろん、あのただ相手も組みに来るの分かって切ってくるだろうから、やっぱり打撃との、ま、打撃と混ぜながら組みにアプローチに行くっていうことでやってたんですけど、何を言いたいかって、2ラウンドどうしてああやって俺がね、まあお互いなんですけど、正直ね、お互い手が出なかったしお互い見合ってしまったんですけど、俺はどうしてそうなったかっていうと、1ラウンドの多分最後だよね、タックルボーン入ったでしょ多分、うん、あのロープ際に一回刺さってなった、あの時に多分だけど膝をねドンって刺されてんのよ、うん、クリーンヒットしてないよ、うん、ただ右相手の右膝がなんかここに確か来たんだよね。でその時にあやっぱそうだよねと、あのまあ俺のタックルなりそのアプローチにカウンター狙ってるよねっていうのがやっぱ脳裏に焼き付いたんですよね。でタイミングももう結構合ってきてるなと思ったんですよその時点で。でそれがあって終えて2ラウンドだったんで、俺のその警戒モードが強くなってたっていうのと、あと1ラウンドのその組の攻防で多分そのギロチンでも彼はすごいパワー使ったっていうのもあったと思うんですけど、一気に消耗したんですよね。でどうなったかっていうと、もう俺の感じだよ、あっちの考えは分かんないけど、俺の受けた印象としてはもうその俺の入りにカウンターバチン合わせてっていうことだけにフォーカスしてきたように感じたの。もうずっと待って来たところにドーンとか来たところにドーンで決めよう、多分疲れてたし、そのためには本当はねジャブ出したりプレッシャーかけたりして来たところに行かなきゃいけないんだけど、じゃなくて彼はもう疲れて自分下がっちゃってるんだけど、カウンターだけはっていう、そのハッタリもなんか笑ってたりとかちょっと見せたりしてハッタリを聞かせてきてて、そこで俺もその1ラウンドのあれ、あそのやばい合わされるかも、合わされ始めてるかもっていうのがあったらなおさら行けなくなったんですよね。それで2ラウンドああいうちょっと膠着が生まれてしまった、うん、お互いのそのなんか考えが、うん、妙にマッチしてしまって手数がお互いめちゃめちゃ少なくなったっていう。3ラウンドはもう本当2ラウンド終わった時にめちゃめちゃ審判に怒られたんでもっとアグレッシブに行けよってすげえアグレッシブに行けって言われて怒られたんで、多分そこでもうああ行かなきゃダメだと、こんなね、うん、プロのこんなねたくさんのお客さん見てる中でっていう中でちょっと動きが出てきたのかなっていう感じかな、うん、であっちももう消耗してたんで、だからマウントとかも本来はもっと早く行きたかったんですけど、やっぱり彼の体の強さはもう映像見てても分かってたし、でブリッジとかサイドからなんかグワッと立ったりとか体が強いの知ってたんで、多分マウント取ってきたのを跳ねるっていうのは絶対狙ってたと思うんですよ。だからなかなかマウントもいけずに、まあ、サイドでちょこちょここうね肘だったりとかで削るっていうことになって、で最後の最後はもうだいぶもう削れてなかったんで、マウント取ってパウンドっていう選択肢を取ったんですけど、まあ、もっと早く
マウント行ってもよかったのかなと思いましたね、うん、ちょっと俺が慎重になりすぎた、うん、安全を優先しすぎたというか、うんうん、もちろん一本狙いに行く気ではいるんですけど、うん、でもやっぱりね、どうしてもあの自分がそんなに歌い強くないも自分自身知ってるし、そのダメージが蓄積してとかじゃないよ、これはあれだけど、じゃあ例えばマウント取ってブリッジで起き上がられちゃって、またスタンド戻って組み際のなんか別にクリーンヒットじゃないカツンともらってぐらついちゃってってなったら KO されないにしても、それで一発で判定がひっくり返るルールなんで、ライジンはっていうのを考えると、やっぱどうしてもうんああいう風になっちゃったなって、まあ言い訳なんだけどねなんで全然その批判も叱咤激励も受けますし、全然コメントで書いてもらっていいんですけど、っていう心境がありましたって感じかな。打撃はまあね、難しいね、やっぱ、まあ、はっきり言ってビビっちゃうよね、ちょっとやっぱりふとした時に。でもなんかさ、癖、まあ、いわゆるあるじゃない癖、うん、今回も出てたんだけど、でもあれはさ前に出ながらそうだから、うん、あれ嫌だな、行きたくないけど行くしかないわーってなっちゃったんだよね、本当に。いや別にね、でも見てあれで見てりゃいいんだよ、見てりゃいいだけの話で、そうあれでああいう体勢でも前のめりでもちゃんと見てりゃいいんだけど、俺もちょっと頭下げちゃってたからね、こうやってパッパッパッっていう感じになっちゃってたから。元巨人の岡島投手みたいなあったな、岡島カーブがね強いまあまあまあ、ね、日々日々だからさ、格闘技って難しいんだよね、うん、まあ、難しいと思ったら難しいし、簡単だと思ったら簡単なんだろうけど、まあ、もうやるしかないよね、うん、本当にやるしかないんだと思 う、まあ、だからまあ引き続きやっぱ突っ立ってちょっとマシになってる部分もあったと思うし、自分の中での手応えは今回自分で距離近くに持ってったりだとか、そういう風にやっぱできること増えてるんで、まあまあこれめげずに、本当めげずにでやってることも間違ってないと思ってるし、まあ、引き続き頑張っていきたいなと思ってます、はいはい、試合後リング上で何かこう長いこと喋ってました、ね、なんか長いこと喋ってましたね、はい、まあ、なんかいや、いろいろありがとうみたいなことと、うん、別にいろいろなかったけど、いろいろあったけどみたいな、あ、まあその最初ね、あ、そうそう、そういう意味でいろいろあったけど、 その試合が流れちゃったりだとか、ね、そう、そういうこと言った、いろいろあったけど、結局こうしてやっぱ試合決まってできた、何があったことだしみたいな、いや本当にありがとうと、おっさんまだまだ負けへんでって言ったの覚えてますなぜか謎の関西弁であとまあ宇佐美選手もさ、過去の試合では結構ね、サービス精神があるからパフォーマンスでやってましたけど、うん、ね、でも、ね、根本はやっぱりスポーツマンだし、ナイスガイよ、で、ね、あれよ、試合後もわざわざセコンドの方と一緒に控室まで来てくれて、うん、ありがとうございましたと、すげえ丁寧な若者でさ、俺24の時にあんなちゃんとしてなかった、負けたら悔しすぎて、まあ、相手の顔見たくねえみたいな、あいつだって行かねえみたいな感じだったと思うけど、あなたはヘラヘラ坊ちゃんですから、ほんと偉い、ちゃんと挨拶来てさ本当に MMA また教えてくださいとかさ言ってくれて、うん、本当にまあさ、やっぱり東京オリンピック目指してたアスリートだから、ね、そうだよね、すごいね、ずっと損してない、なんかじゃあの感じ、まあでもそっか、格闘家としてはあれが素晴らしいことなんだよね、プロとしてリップサービスしたり、まあプロとしてやってるんだと思うよ、だから今回の八千君とその宇佐美選手の試合前のやり取りとかは過度な煽り合いもなく、そうね、うん、そうで、お互い認めていて、そう、すごいリスペクトも感じたし、そうそうそう、だからそれはそれでいいな、うん、やっぱり気持ちよく見れるしっていう、うん、ただ絶戦みたいのがあってもそれも格闘技だし、うん、それもそれで OK で、ね、まあまあ、まあいろいろあっていいんじゃない、確かに、うん、っていう気はする、それ、まあとにかくね、うん、ナイス回でした本当に、うん、だから1試合目のダウトピックはすごいねっていう印象、いや強えわ、やっぱこいつよくこれにミクル勝ったよなっていう、あのテンプル気味に入ってた感じでね、硬いんだと思うよ、パンチが、体見る限りで、2試合目ぐらいだっけ、荒井城選手、荒井城選手とズール、あーズールすごかったね、荒井城選手はもうダメージが心配になっちゃうようなね、やられ方だった、あとまあこう如実に体格差を感じた、感じたね、長さ、まあ荒井選手が、うん、まあ、小柄っていうのはある、うん、まあ、ズール強かったですね、うん、で次が3試合目が金太郎選手と、そうだ、金太郎君だ、うん、それも裏でなんかアップしながら見てたな、
最初組でちょっと見せ場作ってたよね、なんか、うん、金太郎君。いやすごいと思った、ね、あのリバーサルして、うんうん、まあでも強いね、秋元選手は、ね、いや、金太郎選手ってさ、打たれ強いじゃない、うん、それをさ、スコーンと打ち抜けるって、ね、まあ打ち抜いたらね、上からさ、身長差もあるから、うん、でかいよね。でかいよ、180ぐらいでしょ。177センチかな、うん、でリーチ180ぐらい、ね、確か、うん、それでさ、61キロ。いや、やばい、あれはバケモンだよ。しかも19、18歳でしょ、ね、で、次が萩原くんか。そうですね、恭平選手とカーフ、バコン効かせてたよね、最初ね、うん、おっと思ったけど、まあ組がやっぱうまくいかないね。まあでもトライブ行って今ねやってるみたいだし、まあまあこれもシャワー室で一緒になって話してたんですけど、ちょっと偉そうに言っちゃったんですけど、やったことなんですぐ出ないからって言って、やっぱね練習してることが出るまで2年3年かかると思うしって言って、だからもうやるしかないよねみたいな話を、すいません偉そうになんつって、で、あのロータスとかも全然来ないよってナンパしちゃいました。まだちょっとぜひぜひタイミングできたら絶対いいスパイスになると思うし、俺らもストライカー MMA グラップラーが多いからさ、はいはい、ロータスって、はい、まあ、金谷さんみたいに代議をできる選手もいるけど MMA グラップラーだから、萩原君みたいなストライカー欲しいしみたいな、俺らも練習になるからぜひなんて言ってたんだけど、ね、機会あればぜひ、ね、練習したいなと思いますけど、でやってくるの試合 でその後は翔子選手と、あ、翔子さん勝ったんだよね。翔子選手勝ちました。もういぶし銀の MMA の完成度で、うん、まあまあ本当ピュア MMA というか、翔子さん強いね。翔子さんも好きなんだよな。翔子さんって俺と同じ時期、アマチュアの時期は被ってたね。俺はシュートで翔子さんはパンクラスとかだったんだけど、翔子さんも元々のあれか、坂口道場かで、俺の先輩当時キラー B の内弟子の先輩がいて、はいはい、その人もアマチュア、プロ目指したやつでアマチュア出てたんですけど、その人と 4,5 回やってたんじゃないかな、アマチュア時代。だからすごい翔子さんと覚えてて、まさかね、ここまで一緒にな、一緒のなんだろうな道を歩んでくるとは思わなかったですけど、で、次カンナちゃんか、はい、カンナさん、カンナちゃんほぼ丸まみれたいなインタビュー中で、中継見てて思ったのは、あの伊沢選手の打撃が、うん、なんかもう別物になってて、上手くなってんだ。そう、いや前はさ組むための打撃の印象が強いんだけど、うん、全然倒す打撃、うん、バンバン打っててバンバン入ってんだけど、神奈選手が倒れないっていう、引かないっていう、ちょっと後で見よう。いや神奈ちゃんと俺って同じ大会でデビューしてるから、うん、ライジンの第3回かな第2回かな。まあでも神奈選手これでねえ、引退ってことで寂しいな、どん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  OG メンバーがいなくなってって、まあまあひとまず本当にお疲れ様でした。あのまたご飯でも行きましょう。全部君は大体ご飯だな。はい、ご飯いいよ、やっぱご飯、人とご飯食べていいじゃないですか。そうね、そうね、はい、そう、かなちゃんでもたまにね2人じゃないけどさ何人かで飯行ったりとか、うん、よくしてるんで、うん、またちょっとご飯行きましょう。そうですね、はい、で、第8試合が、アーチュレッタ選手とシェイドライフ選手。すごいね、シェイドライフね。まあまあちょっとアーチュレッタ選手がお粗末でしたけど、控え室一緒だったんだけど、うん、ちょこちょこずっと食ってたもん、どんなにお腹空いてんのと。そうね、でもそれをいやそうすごいね、圧倒する、うん、だってそでかいからね、当日だ なおでかいわけじゃん、きっとオーバーしてるし、すごいね。でもなんかすごい言ってた、グローブ掴まれたみたいなこと言ってたね。グローブ掴まれた、ああアーチレッタが、あの腕決めた時、十字の時になんか ここを掴まれて、そういうことみたいなこと多分言ってたと思う。このグローブ引っ掛けて手取られたみたいなことを言ってたなと思う、多分。ちょっとごめんなさい、詳しくは あんま適当なこと言えないけど多分そうだと思う。グローブを掴まれた、なんだって。そう、映像でスロー、最初分かんなかったけどスロー映像で見たらちゃんとタップしてるのに、うん、なんで、うんうん、多分ね、グローブ引っ掛けられたみたいなこと言ってるんだと思った。そういうこと、うん、怒ってたね、結構裏でも。まあまあ、でもいずれにせよシェイドライフ選手が、まあそうよな、シェイドライフはちゃんと体重落としてやってんだから。鬼強、あれやばいな、強いね。あれもうベルト絡んでくるじゃない。いや絡んでもう次行ったっていいぐらいの説得力よね。そう、誰が止めんだっていう。いや本当よ、フェザー級やば。や久保優太登場じゃないですか。久保くん止めれるあれ。いや
分かんない。まだちょっとクボロジックすごいけど、いや、ね、確かにね、勝負あるね。クボロジック幻想は確かに確かにすごいよ、ね、なんかやってきそうだよね。で、9試合目が元谷選手と太田選手。あ、太田君は結構打撃でいくなっていう印象だったね。重いね、打撃ね、うん、てか打たれづらいね太田君ね、うん、結構さガード下げて、しかも結構いいのもらってんのに。あれやっぱさ首の強さって関係する、まあ、あると思うよ、うんうん、まあ、でも潜在的なそのなんか頭蓋骨の大きさ、厚さだとか、うんうん、その顔の形とかあると思うけど、うん、首も少なからずは関係すると思う、うん、で俺も一生懸命首鍛えてるし、うん、いやでも元谷選手は強かった。いや強かったね、まさか決め切ったね。いや元谷君も OG だからさ多分 俺と同じか1個早いぐらいじゃない。そうだよね、うん、2回か1回か出てるはずだから。1回か出てるのかな。もう最初だって堀口さんと戦ってるわけですよ。そうだよね、今一緒に行動してるっていう ねいろいろストーリーがあるよね、それね。いや面白いと思った。それ言ったら俺だってさ青木さんのこと練習してんだから、うん、金原さんとかさ、そう、ね、あのもともとキラビーのいた菊池さんが、ね、うん、2回負けちゃったんだっけ、青木さん、菊池明さんね、でボクサー負けちゃってとか、はいはい、そうでキッズさん金原さん負けてとかさ、ほんと宿敵のとこに俺は気づいてはいるよね巡り巡ってさ。面白い、面白いね格闘技ってね、ほ、うんとに、うん、で元谷選手が、はい、勝って、まあ、見事に勝って、まあなんかワンハンドチョークみたいなね、もうなんか片手入ったらもう絶対決めれますみたいな、そのことインタビューでしたね。うーん、そんな自信あんだろうね。まあだから多分 ATT でいろいろやってんでしょうね。強かった OG、 生き残ったよね OG ね。だから結構そういう構図じゃん全部、うん、ニューフェイス対 OG、ね、ニューフェイス対 OG みたいな。なんなら元谷先生は生き残ったどころじゃなくてもうあれだな、ベルトに今最右翼になってるね。すごいすごい、ちょっと OG として頑張らないと俺らで、10試合目が直樹選手とスーチョル選手、はい、いやもうすごいね井上君超強い。あんな打撃したいわ俺 もう、ね、的確にさ全部的確に当てるもんね。正確、シャドウとかだとああいう感じでパーンってできるんだけど、まあね、それを実践 でできるかどうかっていうのは本当すごい、まあ難しいんだろうね。いや今後楽しみですよ本当に。でチャンピオンですよ直樹選手。そうだチャンピオンか、はい、そっかそっか、今後もクソも、そっか、うん、誰とやるんだろうね次。まあ候補としてはも多分元谷選手は、そうかそうね、入ってるとは。そうカイ君のこと見たかったね。ね、ほんとそう本当見たかったね、うん、いい試合するんだろうな。いや見たかったな。まあとりあえず今後誰とやるのか、いやもう海外勢と見たい俺は。そうだ、ね、ベラトールのもう一級品の選手と見たい、うん、でメインです。そんな話すことないでしょ、強すぎだよ。てかサトシでかすぎ、控室しちゃったんですけど、うん、でかすぎなんか俺ばっかムキ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 言われるけど、俺のと同じ感じでさらにでかいからね、フレームも、まあ、背中とかもう、ね、えげつねえ。あれ多分結構水抜いてると思うよ、うん、まあ、そこら辺は内臓強いんだろうねやっぱ海外の血入ってるから、ね、抜いて戻せるんだと思う。超でかくてびっくりしたもん。あのかっこいいな、うん、ね、で彼さ強いんだよパンチが蹴りも。そうそう、なんかさ八千君よく言うじゃん、サトシ選手の試合の予想すると意外と打撃って。そう意外と打撃できるからね。そうそうそう、要はさ寝技が強いじゃん。うん、打撃思いっきり振れんだよ。だからさ、そう寝技強いから例えば蹴りでミドル蹴ってキャッチされて倒されてもいいじゃん。いいのよ、だから思いっきり蹴るんだよ。そう、声優理論だよね。で、今回の試合に関して言うと、まあグスタボ選手ガードが高いと、うん、ガードが高いと、まあ、ガードしながら打つみたいな感じもある、うん、だからミドルを蹴ってキャッチさせる、そこに右を上げる、うん、右から右のコンビ、右右ね、追い突きね、うん、いや強いね、まあ、あれで決まったよねもうね。その後、まあ、あのちょっと早いなと思ったけどね、うん、まあいいんだよ妥当なんだけど、ちょっと早かったよね、まだ生きてたからグスタボ全然。あれであの後の追撃で、まあ、結果倒れてるけど、まあでも東米、まあ、なんとも言えねえな、うん、でもいいんだよもう結果いいレフリーだった、うん、レフリングでしたって思うけど、うん、まあちょっと早かったよねっていう気もする、うん、生きてたから全然、まだ全然ガードして足もバタバタして動いてたから、
ただね、まあ、ちょっとかわいそうだなと思ったけど、昨今のいろいろ考えるとさ、まあ止めるのも、ね、もう全然正解正解じゃん、危ないもんね、うん、だけどグスタバ超悔しいと思う、うん、そうだよね、21秒、うん、いや本当想像したくないよ、強かった強かったね、強かったし、僕も格闘技大好きですし、まだまだやめるつもりなくて、あの強くなった実感もありますし、ね、まあ、ただ、ね、いろいろまだまだ至らないとこもありますけど、そういうのをどん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 なくして、強くするとこ強くして、短所はなくしてっていうふうに日々頑張っていきますので、また試合が決まった際は会場でペーパービューで応援していただけると嬉しいです。はい、なのでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。